帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。大阪本店のあずにゃんです。あずにゃん、なんとプレミアムメイドに就任させていただくことになりました。ありのままのあずにゃんも知って、もっともっと仲良くなってくださいね。それではレッツスタート。やっほー、あずにゃんです。今日は東京に遊びに来ました。普段は大阪なんですけど、たまに東京に遊びに来たりしてます。今日の予定は特に決めてないんですけど、プラプラ歩こうかなって思います。ちなみに今日のファッションはこんな感じです。落ち着いた大人っぽい洋服が好きで、こんな格好したりしてます。難しいなぁ。にゃんにゃん。あ、あの洋服かわいい。お店入っちゃおう。テクテクテク。で、早速着替えちゃった。かわいいでしょう。どうですか、似合ってますか？あ、アイスクリーム屋さん発見。じゃあちょっとここで改めて自己紹介します。名前はあずにゃんです。趣味はご帰宅やバッティングセンターがとても好きです。見た目は強そうかもしれないんですけど、根は真面目です。あ、よく寝ます。得意なことは食べることです。白ご飯最高。あれ、もしかしてここは秋葉原のお屋敷？失礼します、行かせていただきます。フリフリシャコシャコミックスジュースのミルクベースでございます。それでは何色になるかな。おお、バッチリ萌え萌えピンクです。ありがとうございます。萌え萌えキューン。夢か。いつか東京のご主人様、お嬢様にもお会いしてお給仕してみたいな。実はあずにゃん、ダンスが苦手なんです。歌も得意じゃなくって、声は大きいんですけど。そんなあずにゃんだけど、一生懸命頑張ります。帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。この度プレミアムメイドに就任いたしました、ノアフェリーンリボン担当のあずにゃんです。このリボンが似合う素敵なメイドになれるように日々頑張ります。